こんにちは、こんばんは。今日はパーティクルライブのワールドをご紹介していきたいと思います。いつもながらやっぱりちょっと音楽に関する著作権がちょっとわからないので、動画では違う音源を差し替えさせていただきます。そこだけお許しくださいませ。パーティクルライブをご存じない方のためにちょっとご説明しますと、パーティクルというのは後ろにあるように光の粒でいろいろな演出がこれまでもいろいろなワールドであったと思うんですけれども、それが360度もう全部包むんですね。上から下から横からもう全部音と光でライブを、なんていうんですか、体全体で音楽を楽しむというような VR ならではの文化なんですけれども、それを見るだけじゃなくてその中に自分も入ったり踊ったりして遊べるんですね。そういう世界観なんです。ここにはご覧のようにダーッといろんなバーがね立ってるんですけど、この数だけ曲があるんですね。だいたいパーティクルライブは一つのワールドで一個の音楽って感じなんですけれども、最近ではこのようにたくさんの音が用意されてて、いろいろな音で光を楽しめるというような、そういうワールドが増えてきています。今日はそんなパーティクルライブを動画をご覧の皆さんにも、まあね360度まではいかないんですけれども、こんな感じだよっていうのをちょっと楽しんでいただこうと思います。ぜひご覧ください。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、何卒よろしくお願い申し上げます。それではパーティクルライブスタートです。こんな感じで音と光に360度もう体が全部包み込まれるような感覚に味わえると、なんか現実をスコーンと忘れられて光と音の世界に入り込むことができるんですね。これができるのが VR の世界のならではの感覚だと思うんです。そしてちょっと私ではフルトラではないので、なかなかこの音を体で表現するのは難しいんですけれども、いつもこの動画でダンスを披露してくれてるケンさんにこの世界に来て踊ってもらった映像があるので、それを見ながら終わりにしたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。これからもまた他のパーティクルライブのワールドもご紹介していきます。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。